バムフ、それはあかん、それはあかんて、バムフあかんて、それは。あ、みんなね、タイトルとかサムネでわかると思うんですけども、バムフまた値上げするんですよ。なんでやねん、ほんま。この前大幅値上げしたばかりじゃないか。この前17万2000円も大幅値上げしたにもかかわらず、今度5月の1日からプラス9万3000円になるって。新型の S5 と A5 が5月1日からプラス9万3000円って、あかんって。今すでに48万7000円なのに、それに9万3000円足したら保険なしで58万やで。あかんって。なんでやねん、アホちゃう、ほんま。 S3 僕25万で買いましたからね。なんでそれが、新型が最初30万ぐらいだったのに、気づいたら何58万ですか。やばない。確かにいろいろパーツのね調達にコストかかるとか、いろいろ人件費とか、まああるんでしょう。だから僕もね、最初は17万いくら値上げされた時に、まあもともとそのぐらいの感じのものだったんじゃないのみたいなことを言ってたんですけども、さすがに今回このタイミングでこの値上げ幅っていうのはさすがにひどすぎるかなというふうに、こんな私も思ってしまいました。だってまだ少なくとも日本はまだ届いてもいないんですよ。一番最初に買った人たちにもまだ届いてないんですよ。にもかかわらず届く前に2度の値上げですよ。でまたどうせね、ギリギリになってか、もしくは5月1日になってから、あ、今だったら9万3000オフですとかわけわかんないこと言い出すんですよ。さすがにないよね。でなんでこんなことになってるのか、僕もね、あの彼らは別に上場会社でもないし、彼らのバランスシートとかね、そういうの見たわけではないんですけども、過去のニュースとかでその調達した額とかその辺を踏まえるとですね、まあ、今すぐそのお金がねなくなってしまうというような心配はしてないんですが、なぜね、なぜそんなにお金がかかる必要なのかというのをね、ちょっとこれから解説、説明していきたいと思います。まず彼らって保証期間設けてますよね。もともと3年、今ね2年に短縮されてしまったということなんですけども、その保証期間っていうのが、保証内容っていうのはどういうものなのか、やっぱこっちうるさいか、ちょっとうるさい。保証内容っていうのがどういうものなのかというとですね、基本的に自分で何かとんでもない壊し方をしてしまったとかじゃない限りは、壊れたものに関して、基本的には無償で3年間直してくれるといったような、まあ厳密には何回までとか、なんかそんなのがあったと思うんですけども、あの非常にそこはね、手厚い保証がついてきます。これはピースオブマインドではなくて、もともとついてくる、保証です。エッセンシャル的なものですね。でこれがですね、僕が非常にこれ助かってまして、僕のバンムーフ S3 は、動画でもね最近出したばっかりですけども、すで、に4回、まあ、パワーバンク除くと3回ですね、3回壊れてます。そのパワーバンク除いて3回いずれも無償で直していただいてるんですよ。で実は今ね、皆さん僕の動画いつもご覧になってる方ご存知だと思うんですけども、今エラー40でね修理出してまして、実はもうバンムーフから連絡入ってて、もう直ってますよと。で、僕がねちょっとなかなか受け取れるタイミングがないので、ある日程でね、家に人がいるタイミングで郵送してもらうというふうにお願いしていて、実はその郵送に関しても無償なんですよ。で今回僕乗れる状態じゃなかったので、バンムーフを郵送の、何て言うの、回収サービスに依頼してもらったんですよ。で回収サービスに依頼してもらったのに、その回収サービスのお金も
向こう持ちなんですよ。すごいでしょ。で修理代とかも全部無料だから、そりゃ買ったのは25万だけど、多分僕がのが壊れて直すのにかかった費用って、まあ25万とは言わないけどだいぶかかってると思うんですよ。以前も話したけど、パワーバンクに関して言うと、パワーバンクも5万円ぐらいでしたか。で買ったのが1年ぐらい使って壊れて、で結局返金になったんですよ。全額返金ですよ。保証期間うんぬんとか関係なく、そういうことをやってるからお金がどん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 なくなっていくんですよ。ただそういうことをやらざるを得ない状況っていうのもあると思うんですね。というのは彼らの自転車やっぱりむちゃくちゃ壊れるんですよ。で壊れなかった人は本当ラッキーです。で僕のバンムーフもね、パワーバンク抜いて3回壊れてますから、むちゃくちゃ乱暴な乗り方してるとかではない。で僕の知ってる視聴者さんとかでも結構壊れて修理出したって人たちがいっぱいいるんですけども、それ基本的には皆さん修理にお金がかかってないんですよ。でそういう費用が全部彼らが負担してるわけですよね。そりゃお金なくなるよねみたいな、なくなるというかなくなるし、そのどん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 、いや利益率というか、その会社のね運営的にはよろしくはないですよね。だから彼らがアホなのか何なのか分かんないんですけど、このタイミングでまた値上げっていうのがちょっともう意味が分かんないですよね。なんかちゃんとした人が中に、なんだっけ、どっかの会社のすごい経営者みたいなのがヘッドハンティングされて、なんかあそこのディレクターがなんかやってるみたいなニュースも僕あんまちゃんと追ってないから分かんないけど、なんかそんなのも聞いたことあるし、ねえ、だったらもうちょっとさ、カスタマーケアとかいろいろ考えた方がいいんじゃないのって思いますよ。日本はそうでもないけど、海外だと本当に修理できるまでの待ち時間がむちゃくちゃ長いっていうのも結構情報として入ってきてます。だからまあこれからさらなる値上げがあるわけじゃないですか。で考えると、さすがに60万になって過去の S3 とかみたいなペース個数がね売れるかっていうと、僕はそんな気がしないんですよ。そうで、売れなくなるとどういう問題が起きるかっていうと、売れなくなると当然のことながら売り上げが減りますよね。売り上げが減るってことは、その分いろいろカスタマーサービスとかに回すためのお金が、原資が集まらなくなるってことになりますから、それは結構ね心配ですよ。別に今すぐ潰れちゃうんじゃないかとか、そういうことではないんですけども、やっぱりね、このままいつものね、このやり方でね、急に値上げしたりとか、またわけわかんないキャンペーンで、ね、値下げしたりとか、なんかすでに買った人たちの心を踏みにじるような、踏みにじるようなことをし続けたら、正直もうみんな何も信じられなくなっちゃうし、このままだとダメだと思うんだよね。僕はね、やっぱりバンムーフ社およびその、まあ、自転車のね大変なファンですよ。僕はもう本当に、僕ほどこんなバンムーフの動画ばっかりいっぱい上げてる人いないんじゃないですか。 それぐらい僕はねバンムーフを愛してるんです。だからあんまりその心を踏みにじられるようなことをされたくないんですよね、ほんまに。本当にあの、なんとかちょっとね、ちゃんとしてくださいよバンムーフさんは。本当にね、お願いしますよ。もう僕はね、これ以上何も言うことありません。ほなの